平城京、平城京、平城京、平西京、奈良の都は、奈良時代に日本の首都であった都市。一等の都庁安城や北に落葉城などを模倣して建造された都の城であり、現在の奈良県奈良市の西部の一部、中心部及び大和高山市北部に位置し、東西八坊の面積を持ち、全域72坊に区画設定されていた。 中央期大期に大代理を置き、中央を南北に走る須坂王子によって、左京、右京に二分され、さらに南北、東西王子、皇子によって、五番の目の海生前と区画されていた。平安時代に入ると間もなく後輩し、下京のみが、東大寺、幸福寺の門前町として残った。藤原京から、平城京への戦都は、文武天皇在世中の707年。 慶運四年に審議が始まり、七百八年、和道元年には、元明天皇により、遷都の御事のりが出された。しかし、七百十年、和道三年三月十日に遷都された時には、大理と大極殿、その他の官舎が整備された程度と考えられており、寺院や邸宅は、山城国の長岡京に、遷都するまでの間に、段階的に造営されていったと考えられている。 国系や南波系への遷都によって、平城系は一時的に放棄されるが、745年、天平17年には、再び平城系に遷都され、その後784年、延暦3年、長岡京に遷都されるまで、政治の中心地であった。山城国に遷都した後は、何ととも呼ばれた。年、元年月日、平城,城によって、 平安経を廃止平城経へ、再び戦とする御事の利が出された。これに対し、佐賀天皇が迅速に兵を動かし、9月12日、平城条項は提発した、クスコの変。これによって、平城経営の再戦とは実現することはなかった。平次郎、平城と読むか、平勢と読むかについては、議論がある。戦後の学校の教科書において、平城経には、 平城京と振り花が振られていた。その後、少なくとも1980年代には平城京とともに平勢京の兵器が一部の出版社に見られるようになる。これは平城天皇が平勢と読むことや漢字音で平らが漢音の平と語音の表、白が漢音の正と語音の定があり、この音を漢音に統一すると、 平成になることによるものと見られている。ただし、形を、京と読むのは合音である。研究者を中心に、平成の読みが見受けられ、国史大事典の見出しも、平成京であるが、一般には、平城が普及しており、奈良県の進める平城路線と1300年記念事業も、平城と発音されている。このように、平城京は、現代においては音読みで、平城京。 または、平勢京と読むが、かつては、奈良京、ネイラク京、奈良の都と呼ばれた。762年の焦燥院文書の記述に加え、平城京への遷都当時の造成度から、奈良京と書かれた木簡が発掘されている。平城京は、南北に長い長方形で、中央の須坂王子を軸として、右京と左京に分かれ、さらに、左京の傾斜地に下京が設けられている。 東西軸には1条から9条王子、10条については、後述、南北軸には、須坂王子と左京一望から四望、右京一望から四望の大通りが設置された、常房性の都市計画である。各大通りの間隔は、約532メートル、大通りで囲まれた部分、棒は、堀と追地によって区画され、さらにその中を、東西、南北に3つの道で区切って、町とした。 京域は、東西約 4.3km、下京を含めて 6.3km、南北約 4.7km、北偏房を除くに及ぶ。平城形の市街区域は、大和盆地中央部を南北に縦断する大和の古道滑、道、中津道を基準としている。下津道が須坂王子にあたり、中津道が左京の東を限る東四房王子。ただし少しずれるに、 通った二条王子から五条王子にかけては、三道分の上坊区画が東四坊王子より、東に張り出しており、これを下京と呼ぶ。また、右京の北辺は二丁分が北に張り出しており、これを北辺坊と称する。市街地の宅地は、以下によって大きさが決められ、貴族が占める十二丁のものを筆頭として、二丁一丁、一、二丁一、四丁一、 八丁一、十六丁一、三十二丁、などの宅地が与えられた。平城宮の東側の一房王子と二房王子の間には八丁の宅地を占有した藤原不比と四丁を占有した長屋王、藤原仲丸の屋敷が集まっていた。土地は公有制であるため、原則的には天皇から与えられたものであった。当の都の長安を模倣して作られたというのが、 一般的な定説である。しかし先行する藤原家の場合内代理にあたる部分が中心に一致しており、北端に置いたのは北儀落葉城などをモデルとした日本独自の発展型ではないかという見方もある。しかし中国の辺境の移民族の侵略を重く見た軍事的色彩の濃いものでなく極めて政治的な都市であった。平城宮代理は 須ザ王子の北端に位置し、そこに須ザ門が設置された。平城宮は平城経営増営当初から同じ位置に存在した。その中心建物で須ザ門の北にあった。大極殿は七百四十年の国経営戦闘の際、取り壊され七百四十五年の平城を経営戦闘後に旧市の東側、三部門の北に再建された。須の南端には門があり、 九条王子の南辺には京を取り囲むラジオがあった。ただし、実際には、ラジオは、ラジオ門に接続する、極一部しか気づかれなかったのではないかとする説が、有力である。寺院建築は、非常に多い。京内寺院の主要なものは、大安寺、薬師寺、幸福寺、元号寺、以上を四大寺と称したで、これらは、藤原京から先都に際して移転されたものである。 東大寺は、東京極大路に接した教域の東外にあり、聖武天皇によって天平正法四年、七百五十二年に創建。西大寺は、右京の北方に位置し、聖徳天皇により、天平神後元年、七百六十五年に創建された。これらに、法隆寺を加えて七大寺、なんと七大寺と称する。このほか海流王子、北家寺、東昇大寺、 菅原寺、吉光寺、新薬寺寺、木寺、死因が残る、西竜寺、廃寺などがあった。2006年3月10日、山和郡山市教育委員会らが、平城慶が十条王寺まで作られていたのは確実で、あると発表した。下三橋遺跡で発見された道路の遺構に加え、ラジオ、城壁跡の一部が発見されたことによる。このラジオは、 中国の都の城のような土壁ではなく、南面だけは高い築地塀があったが、他は簡単な瓦武きの板塀ではないかと推定されている。北浦帝生が自力で平城系の推定地を調査し、水田のあぜや道路に町の痕跡が残ることを見つけ、1852年、下栄後、平城宮台、裏跡壺割りの図にまとめた。さらに関のただしは、 大極殿の基壇を見つけ、平城宮の復元研究を深めて、その成果を平城宮及び大来理工として1907年、明治40年に発表した。田田果十郎によって奈良大極殿保存会が設立され、1924年から平城宮の発掘調査が行われた。1959年以降は、 奈良国立文化財研究所が発掘を継続しており、2004年現在では約30%が発掘されている。大大理に相当するあたりは、現在の近鉄奈良線山と西大寺駅と新大宮駅の中間にあり、1922年には史跡に指定、1952年には特別史跡、平城旧跡として保存されている。 1967年に平城宮東の張り出し部分に奈良時代の庭園が発見された。東西70メートル、南北100メートルにわたるもので、その中に池を掘り、橋を架け、建物を建てていた。俗に本気にある、東院の玉戸の福に瑠璃の瓦を持ってすという記事の通り、釉薬をかけた瓦がまとまって出土した。このことから発見された庭園は、 平城宮東院庭園と呼ばれ国の特別名称の指定を受けている。さらに1978年に宮城外ではあるが、平城警察庁三条二望休石庭園が1978年に国の特別史跡及び1992年に特別名称、また須坂王子の一部、二条から三条あたりは1984年に史跡に指定されている。 平城風のすぐ東南、旧石庭園の北に隣接する、左京三条二棒に、敷地四丁の長屋王の邸宅があった。奈良蘇号、当時建設に際した、発掘調査で1988年に出土した、木管は3万点を超える数であり、その解読の結果、長屋王家の生活が明らかになった。米を管理する、大石、氷を貯蔵する、氷室の管理をする、 モイトリシなどの火星機関や使用人の居住区、倉庫などがあった。倉庫には、米、麦、アワビなど、様々な物資が運び込まれていた。また、木管から、当時の皇族や貴族が食べたという乳製品であるそも、長屋王家の食卓に上がっていたことが分かっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。